はい、ほど始めました。アマチュアチャンネル。さあ、今緊急で動画撮ってるんですけども、またこのセリフを言うことになると思わなかったですけど、先ほど受験生版タイガーファンディングの方で動画が出たということでですね、出催松原さんについて、松原さんは一体ってタイトルなんだ。まあこれね、偶然にもですね、松原さんと打ち合わせしてる時に出たんですよね。松原さんとはベーシスオンライン英語塾一緒にやってますから、普通に話をすることはあるんですけども、まあ、両方のね、話を聞いたので、僕自身は、受験生版側の話も聞きましたし、松原さん側の話も聞いたので、ただただこう、なんかどちらかが悪いっていうわけではありませんので、皆さんのだから一方的に誰が悪だとかですね、そういう風に思わないでほしいなと思います。はい。どちらの意見も、まあ、納得しました。はい。僕自身としては。で、別にこの件についてそんな触れるつもりもなかったんですけど、動画見てたら、ああ、そうなんだ。意外、あ、言うんだ、この話。言わないと思ってた、と思うことがですね、こう、ボコボコボコっと出てきて、へえって言って、さ、後ろの方にさ、森田先生戻ってきてください、みたいに言われてて、あ、そうなのって思ってね。はい。岩井さんに言われて。で、細田さん、もう一つ来いよみたいに言ってたから。あ、そうなんだって思って。まあ、しばらく戻ることはないです。まず。はい。最初に言っておきます。僕はまず、なんかすぐに戻るとかっていうのはありません。巻き込まれたくないです。はい、ただ、まあ、今まで語られてなかったことが、当人たちの口から語られたので、あ、やっと、僕も説明できるというか話せる時が来たんだなぁと思いました。で、時系列が結構バラバラなので、やっぱ視聴者はもう混乱してしまうっていうのはわかります。どこの話がどこの時点なのかが多分わからないので、あの動画だけではですね、まあ違ったことを考えてしまう人もいるって思います。そのせいで、ね、誰かが悪いみたいにちょっとなってるところもあるなっていうのはあります。別に松原さんの肩を持つ気もないですし、受験生版タイガーファンディングの肩を持つ気もないですけど、時系列的に話していきますね。最初はそうですね、だから岩井さんが言ってたけど、ね、藤川さんの時点で僕がブチ切れてって言ってたじゃないですか。そうです。で、あそこで僕は外されてるわけですね。で、その外されたのが、岩井さんがブチ切れて外されてるから、こっちは納得がいかなかったわけですよ。もうこの辺の話は全く話してなかったですけど、松原さんに外されるんだったらまあわかるけど、岩井さんに外されたからふざけんなってこっちはなって、で完全なる喧嘩状態になったわけですね。まあそういうことです。で、まあいろんなね、レントの動画のと、レントの時に岩井さんがブチ切れてとかっていう、ああいうのが起こってたって感じです。でも今はその時みたいに起こってないです。まあよく言われたけどね、周りの人によくそんなブチ切れられてシュンとならずにいられますねみたいなのはいろんな人に言われたけど、よくそれでなんか全然負けじとやっていきましたね。そうですね。いろんな人の動画上げてったりとか、まあぶっちゃけその事件がなければ藤川さんのね、その後の動画っていうのは出てなかったと思います。まあ反骨精神が生み出したものでもあったと思います、今思うとね。でもまあ小橋さんからね、よくよく、そうそう、小橋さんが話をしたっていうのがあったんで、まあよくよく話を聞くと、あ、お互いが知らなかったことが多すぎたんだろうなっていう印象で、だから全然今はその岩井さんに対してすごい怒ってるとかっていうのはありません。岩井さんも勝手に僕がやってると思ってたし、で僕としてはもう松原さんに話は済んでるから、なんで言われなきゃいけないの、意味わからないんだけどになってたわけですよ。お互い知らなかったわけで、だから松原さんがもしね、他の人たちにも、あ、森田さんは最初からそういう風になってたんですっていう話をしてくれていれば、もちろんこういう風にはならなかったし、松原さんがいい人だったから、なんかそれぞれちゃんと話をこう合わせてくれてたんで、まあそれが原因で逆に対立がどんどん大きい大きくなって出たっていう感じです。本当にあのメンバーの人たちは僕は暴走してると思ってた。でそれを小橋さんに初めて聞かされて、うそーってそうだったのびっくりしたわってね、本当に社会不適合者みたいに思われてたっていうね。僕てっきりなんかそういう体にしてるんだと思ってたんですよ。なんか文字塚勝手にやってるっていう体にしといた方が面白いってなってるもんだと思ってたんですね。それ本当にそうだと思ってたって言って、そんなわけないじゃんみたいなね。どうやったら盛り上がるかっていうのとかを考えてたわけですからね。相乗効果でやってってたわけですから、受験生を追っていくことによって、受験生はタイガーファンディングが盛り上がるっていう、その辺の戦略を考えてたのが僕だったんで。で、だから抜けちゃったから、その後なんかないじゃないですか。こう、定期的に受験生を追っていくみたいなのとかって、それをやる人がいないですから。だからそういった面でも力を貸してほしいって言われてたんで、で、まあどういうふうに戻るかみたいなのは、いろいろと話し合いがあったりして、でここですからね、ここで会社ができるんですよ。最初から会社があると勘違いしてる人がすごく多くて、それでなんか岩井さんが乗っ取ってるだとかって言ってる人が結構いる。そうじゃないので時系列違いますので、で会社ができて、あの独立してあのチャンネルができるわけですよ。でだから揉め事とかも起こらないようにきちんと整えていきましょうってなったらもっとぐちゃぐちゃになったっていうね、そういう感じなんですよ。
で僕はただ聞いてて誰がすごく悪いとかね、誰が悪者でとかっていうのは思わなかったですよ。別に僕がね、ただ呼びを出た時とは全然違う、一方的に動画出すなって言われたのとは違う、あ、まあでも今回も動画を出すなみたいなのはまあ一応あったから、まあちょっと似てるか、僕がいなくなったのちょっと似てるか、はい、で会社ができて3人でやっていくと、松原さんと小橋さんと細井さんで3人の会社でやっていくっていう風になって、まあそもそもだって僕と松原さんがね最初に考えてたのに、最初からあの3人で会社作ってたらおかしな話じゃないですか。だから僕がいない状況で起こってるわけですから、あれは。で、3人の会社ができて、で、これもだから松原さんが株を譲渡したとかって言ってる人がいるんですけど、そうじゃないですから。松原さんの会社の株主が別の人だったっていうことですからね。で、やっぱ細井さんと小橋さんはそれ知らなかったから、後々、あれそれはおかしいんじゃないですかっていうのになったと。いや別に松原さんも悪気があってやったわけでも何でもないですし、もともと松原さんのその会社は松原さんが株主だったわけではないっていうことですから。で、この話するんだなと思ってさ、しないと思ってたのに。まあまあまあ、それがあって。で、当然、その会社が受験生版タイガーファンディングの株を持ってたら、あれあれおかしいぞってなるのも当たり前です、その二人。ただ松原さん側からすると、いや、最初にそういったことは書いてあるって言ってたのね。そう、でもわかんないですよ。どういう風に書いてあったのかわかんないですけど、ただただまあ、やらなきゃいけないこともいっぱいあったし、決定事項とかもたくさんあったし、曖昧になっちゃってたからよくわかんないまま進んじゃったと。で、その後まあいろんなミスがあったりして、まあそれによってガタガタガタっと崩れていったっていう感じですね。で、まあ小橋さんが言ってたように小橋さんとの仕事でのまあ問題が発覚したとか、そういうことがあって、だん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 こう関係性がみんなのね崩れていって、でも松原さんもうメンタルがもうその時点でもう相当もうやられてしまっていたわけです。優しい方なんで、本当にもう優しかったからなんですよ。優しいからこのみんなに合わせてしまったと、みんなの言ってることに合わせていってしまったことによって、まあ相互が出てきてしまった、ズレが生まれてしまったっていうのが原因ですね。まあいろんな人がいるわけで、当然いろんな違う意見があるわけですよ。で、それぞれに同調してしまったら、ずれちゃうわけですよ。A さんと B さんの意見が違うときに、A さんにも B さんにも揉め事が起こらないように話をしてってたら、いずれ A さん、B さんが直接ぶつかったときに、はぁって崩れるっていうのは、まあよくあるわけですよ、その社会では、そんなの。で、それが起こったってことですね。まあ見てて。だから勘違いが起こってたんだなって。っていうわけですよ。だから自分自身もね、小橋さんのちゃんと説明を受けたので、ああ、そういう感じだったんですね。で、まあだから相当参ってしまってたわけです、松原さんとしてはね。で、結構まあ、強く言われたりとか怒られたりとかね、いう状況もあったりして、その怒った人が悪いとかじゃないですよ。松原さんもね、そういう状況で、まあまあメンタルもやられてる状況で、ミスがいろいろと出てきてしまったという状況なので、でもう無理だと。細井さんも動画で言ってた通り、やんなきゃいけないことあれめっちゃいっぱいあるんですよ、裏で。あの動画がね、作られている、あそこしか皆さんも見てないですけど、裏で起こってることたくさんあるわけで、で受験生のケアから、志願者選びだったらめっちゃ大変なんですよ。復帰みたいになった時に僕頼まれてたから、僕今後出る志願者のリスト全部チェックしましたからね。やっぱりこのいろいろなね、揉め事とかも起こっちゃったから、志願者関係の当然動画になってない揉め事もあるわけですよ、いろいろと。そういうこともあるから、そういうのが起こらないようにちょっと志願者の、そうだ、今まで松原さんがこうやり取りしたり電話したりとかやってたのを僕にやってほしいっていう話だったんで、僕はだから多分なんか今後出てくる志願者たちは知ってるはずです、僕は見てるからリスト。それでコメントも残してるんですよ。この人だったらいいと思いますとか、こういう状況だから、こういう展開におそらくなるんじゃないですかとか、逆になんでこうなんですか、こうだったらもうちょっとこの辺のことをちゃんと聞いた方がいいですとかっていうのもね、まあ今まであったじゃないですか、いろいろ嘘が出てきたりとかさ、ここは変じゃないのみたいなのがあったから、最初の時点で僕はもうバーッとフィルターにかけたんですけど、まあそのフィルターは使われないだろうから、引き継がれないだろうから、松原さんの手にいってるからさ。だから今後出てくる志願者は僕が選んだ人ではありませんので、それ勘違いしないでください。で、だから細井さんも言ってたけど、あの3人でやってたけど、で松原さんが抜けちゃって、いわゆる志願者ケアのところが抜けてしまったとなると、もう2人だってもうすごい忙しいのにさ、細井さん毎日働いてるしさ、小橋さんだってやんなきゃいけないことめっちゃいっぱいあるのに、無理なわけですよ。あの仕事が全部2人に注いできたら、もう無理ですよ。そんなの続けることなんか絶対できないから、だから岩井さん頼んで、ああいう形になったってやつです。だ、その辺のことも僕は知らなかったんで、小橋さんに説明を受けるまでね。で、何が起こってるのかわからんと。その中で依頼が来たわけですよ、出演のね。で、いやこんなむちゃくちゃな状況、何が起こってるかもわかんない状況に入るのはできませんって言って辞退したんですよ、僕はね。っていう感じです。で、しかもそれがさ、悲しいのにさ、森鉄復帰っていう動画をさ、出す前の出来事なんですよ、これがさ。
時系列で言うとさ、だからさ、もうこうなってるのに復帰っていう動画を出さなきゃいけなかったのが、もうね、悲しかった、すごく。ということで、復帰してません。で、お金の目に関しては、そうですね、林さんが出資してやってるもので、まあ、一回の収録にも、まあ、かなりのお金ですよ。がかかってるわけですよ。で、それを返していく。ので、だから、うちのチャンネルで出てる、その受験生版タイガーファンディングの広告収入を渡しましたし、小場翔さんも広告収入渡してますからね。それと、受験生版タイガーファンディングのチャンネルに出ている広告収入を、まあなんか200万再生とかなんかすごい取ってたもんね。それで、結構ありましたよ。何百万とあったから。で、それでほんのちょっと足りないぐらいつってたかな。で、残りは松原さんが責任を持って払うと言ってましたから、そこはだから、あの出資者の林さんにはちゃんと返すということです。その辺のこともね、動画ではちょっと話してたんだけど、みんな理解してなかったね。そのね、松原さんのその会社のオーナーの人が持ってってるとかね、お金一切ないですから。それも松原さんがお金を持ってってるっていうのも一切ありません。これはちゃんと説明だったりは受けてるので、そのお金に関して僕はあげてる側ですから、どうなってるのかは聞きました。ちゃんとだって自分のね、払ったお金が誰かの元に行ってたら嫌じゃないですか。だからそれはきちんと林さんの元に返していますっていうのをその説明は受けました。そういった感じです。本当は戻って、わかんないですよ。戻って、こう、志願者のケアとかをやってったり、追ってったりっていうのをやった方がいいのかもしれないですけど、まあまあまあ、子供の扱いがやっぱ慣れてるので、自分自身は。他の人とやっぱ圧倒的な違いはそこですね。今まで関わりのあった人数が、桁が当然一人だけ違うから、ずっと教育、ずっと生徒たちの面倒を見てきてるからね。で、その辺のことは慣れてるんですよ。どの志願者と動画撮ったって何も困らないのはそうなんですよ。だからそういった面でね、協力はっていうのはあるんですけど、まあもうちょっと、今も今のごたごたはちょっともう、という感じなので、ここでちょっと戻ってもまたごたごたしちゃうんじゃないかっていうのもあるので、まあ大変なんですよ。一人よりも二人、二人よりも三人、三人よりも四人、四人よりも五人になればなるほど、揉め事っていうのは起こるもの。人が集まればいろいろな考え方でぶつかるっていうのは当たり前のことでっちゃ当たり前のことなんですが、まあ規模も大きい企画ではあるのでね、まあ見守っていこうとは思います。まああと松原さんが言ってたのは、あくまで松原さんの思いですね。僕らが最初に作ってたものとは変わってしまったっていうのが意見でした。最初は、ね、教育系のインフルエンサーたちに出てもらってやる予定だったけれども、いつからかお金を持つ人と優秀でない志願者というので盛り上がる、そういう企画になってしまったっていうのが彼の残した意見だったので、ああ、まあそれはそうだったなっていうのはちょっと考えさせられましたね、といった形です。まあだから松原さんがミスをしたっていうことはあるし、もちろんあるんですけども、やっぱりただ投げ出したとかっていうものではありませんので、やっぱ相当苦労したところもあったし、相当辛い思いもしていましたんで、まあ分かってあげてもらえればいいんじゃないかなと思います。そうですね、受験生はタイガーファンディングの方々も待ってるって言ってますし、戻ってきてほしいっていうことも言ってますから、ただ一つ言えることは戻ることはないと思います。残念だけどやっぱ相当参ってしまっているので今という感じでした。なので誰が悪いっていうものでもない。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.